こんにちは、SRD です。今日はボールを押して打ってしまう。スパイクに力が乗らなかったり、下に打てなかったり、小指側から巻いてしまって、左側にしか打てなかったりしてしまう人のための改善方法を紹介していきます。肩に力を入れたままスイングして上がってきてしまうと、スパイクを打つときに手首が固定されてしまって、手首の力を使って打つことができなくなってしまっています。なので押してしまうようなスパイクになってしまうので、まず手や肩の力は抜いた状態でスタートしていくことを意識していきましょう。手から上がってしまって肘が落ちてしまうので、手から上げるのではなく肘から上に引き上げるイメージで行うと上から叩きやすくなります。イメージで打っていくとミートがしやすく上から叩けるようになってくると思います。この3つのポイントを意識することでボールを上から叩きやすくなってくると思うので、ぜひ参考にしてみてください。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。